間弾道ミサイルの発射を強行したことを受け、航空自衛隊の戦闘機2機とアメリカ空軍の戦略爆撃機2機による共同訓練が30日九州の西から朝鮮半島沖の空域で実施されました。はい、そこまででいいんですが、これあの岸田外務大臣兼防衛大臣が、はい、まあ、発表なさったんですけどね、今回の話っていうのは、あの B1B っていうですね、アメリカの爆撃機ね、遠くまで出かけていって、はい、あの核兵器に準ずるぐらいの被害を地上に与える B1B っていうその戦略爆撃機が出てきて、それに F2 っていう、ミサイルで僕は乗ったやつですけどね、この F2 が一緒に飛んで共同訓練をやったんですよ。でこれ自体なんでこれが閉会中審査にならないのかってぐらい今までの自衛隊は違うわけですけど、じゃあちょっとですね、あのその最新のやつはまもなくこっちに行くんですけど、その前のやつからまず見てもらうとね、これあの機密の漏洩ではないんですよ。これ実は公表されてるんです。というのはですね、これ元の紙を見ていただくとね、はい、ここ見てください。プレスリリース、プレスリリースって書いてあるんですよ。プレスリリースね、で海上自衛隊から正式にこうやってあのきちんと発表されているものです。でこれに注目しないメディアの方がどうかしてるんで、まず、じゃあですね、一番、まあ、ここから見てもらおうか。じゃあこれ全部もう一回言いますよ。機密じゃなくて公開されてる写真なんですけど、これカール・ヴィンソンです、はい、ね、まだまだ話題になってた、空母カール・ヴィンソンで、そしてここにいるのが我が海上自衛隊のヘリ空母です、ね、で奥にいるのがアメリカ海軍最強、カール・ヴィンソンよりある意味ではあの強い空母ロナルド・レーガンです、ね、でここにいるのがこれ足柄です。足柄っていうのはイージス艦の中の最新最強です。だから日米の海軍力がこうやって実戦モードでこの訓練してる写真を公開してるわけですよ。完全機動部隊ですね。ええ、もうあの一体となった機動部隊で、これって僕は物たげて賛成ですよ。でも野党は選手、これって選手防衛なのかとか言って、それで激しい論争になることが大事なんじゃないですか、ね、それからこれ今のカール・ヴィンソンですが、ね、あのこの上にいる5機っていうのはここの関西機ではなくて、はいはいはい、これも僕はあの那覇で戦技訓練に参加した我が航空自衛隊の F15 なんですよ。日の丸の見えますね。うん、はい、ね、これもすごい映像でしょ。すごい絵ですね。くどいですけどこれ公開されてるんですよ。でなんで世の中にメディアからほとんど流されないのか、はい、で、これもですね、あのこれは我が F15 でね、はい、でこれはさっき言った通り、はい、あの日米の実質空母や、あるいは、イージス艦足柄っていうのは実はアメリカも感心するほど能力を高めたイージス艦なんです、ね、これあの何のためにやってるんですか。専守防衛ですか。違いますよね。北朝鮮いざとなったら叩くため、 もちろん日本は防衛目的ですよ。防衛目的だけど、あの僕はその閉会中審査で2回ともしかもフルに時間をいただいて質問できたことは本当に光栄に思ってますよ。自由民主党の懐の深さ、ベテラン議員がいっぱいいらっしゃる中で何も文句は出ずにあのやらせていただいたっていうのは本当に感謝してますけど、でも本来ならこの話でやるべきじゃないですか。そうでしょ。それで僕はこれ断固賛成ですっていう質問をしますよね。で足らざるところをあえて聞きますよね。例えばオフヒーローのあの光について聞きますよね。で野党の人はいやあのこんなのは専守防衛に反してるからやめるべきだと言ったら、じゃあ北朝鮮の脅威はどうするんだ、拉致会社はどうするんだという話になって、国民が一番聞きたい論争、あるいは国民自身が自分のお考えや姿勢を決められるチャンスがそこで来るじゃないですか。じゃあその賭け問題をいっぱい話して、国民が獣医師が増えない方がいい人と獣医師が増えた方がいい人と態度決めるんですか。これも笑ってしまうでしょこれ、ね、で友達だったら必ず癒着して賄賂かなんかもらうんですか。で今回も加計孝太郎っていう人から安倍さんが賄賂もらったとか、ね、言わなくて全然なくて、あのお互いにあの飯食って怒ったら怒られたりするって問題だって言ったわけでしょ、ね、これだからもう本当に世界は目が点になってるわけですよ。もともと僕の目はちっこいたらめで目が点ですけど、もっと点になったわけです、ね、それを言うニュースが虎ノ門ニュースだけだというのが、まあ、少なくとも NHK は公共放送にならんのやめるべきですよ。本当にふざけんじゃないって、
あんなおビールの映像まで捉えておきながら、ね、あもう連日連夜これあれはずじゃないですか、公共放送なんだから。みんな自動的にお金取られてるんですよ。国営放送じゃないって言って公共放送ですって言ってテレビ買ったらお金取りに来るじゃないですか。これも本当にこれあの国会で法律を通してスクランブルにね、あのお金払ってない人は、僕みたいに NHK 見ない人はわーっと画面がこうなってて、でお金払ったら見れるというふうにすべきですよ。ペイテレビにすべきだと僕思いますね。話がそれたようで全然それてないんですよ。はい、はい、参りましょう。続いての話題ですね、こちら。あ今度は韓国がサード増強方針、北ミサイル発射を受けというね、こちらも続けてどんどん帰りまいりましょう。共同通信によりますと、韓国のムン・ジェイン大統領は北朝鮮が弾道ミサイルを発射した後の29日の国家安全保障会議でアメリカ軍の最新鋭迎撃システムサード高高度防衛ミサイルの配備を増強する方針を示しました。はい、そこまででいいですか。これはムン・ジェイン政権はもう混乱期にすでに入ったと見るべきであって、要はその北朝鮮と仲良くしましょう、対話しましょう、はい、北朝鮮は話せる相手です、だから北朝鮮も怒り、さらには中国も怒るサードなんていうのは、はい、できればやめていただきましょうって言ってたのに、見直しを、はい、そのムン・ジェイン大統領がいろいろ南北直接対話とか提案しても北朝鮮は全然相手にしてくれず、はい、突然また方針変わって、いやこのサードを増やしてくださいと、ね、それはなくせと言ってるよりは増やしたいって言ってる方がマシはマシだけど、はい、しかしこの腰の定まらない韓国の政権で、はい、日本もアメリカも。最新最強です。だから日米の海軍力がこうやって実戦モードでこの訓練してる写真を公開してるわけですよ。完全機動部隊ですね。一体となった機動部隊で、これって僕は物たげて賛成ですよ、でも野党は選手これって選手防衛なのかとか言って、それで激しい論争になることが大事なんじゃないですか、ね、それからこれ今のカール・ビンソンですが、ね、この上にいる5機っていうのはここの艦載機ではなくて、これも僕は那覇で戦技訓練に参加した我が航空自衛隊の F-15 なんですよ。日の丸の見えますね。これもすごい映像でしょ。すごい絵ですね。くどいですけどこれ公開されてるんですよ。でなんで世の中にメディアからほとんど流されないのか、で、これもですね、これは我が F-15 でね、でこれはさっき言った通り日米の実質空母や、あるいは、イージス艦足柄っていうのは実はアメリカも感心するほど能力を高めたイージス艦なんです、これ何のためにやってるんですか。専守防衛ですか。違いますよね。北朝鮮いざとなったら叩くため、もちろん日本は防衛目的ですよ。防衛目的だけど僕はその閉会中審査で2回ともしかもフルに時間をいただいて質問できたことは本当に光栄に思ってますよ。自民党の懐の深さ、ベテラン議員がいっぱいいらっしゃる中で何も文句は出ずにやらせていただいたっていうのは本当に感謝してますけど、でも本来ならこの話でやるべきじゃないですか。そうでしょ。それで僕はこれ断固賛成ですっていう質問をしますよね。で足らざるところをあえて聞きますよね。例えば帯広の光について聞きますよね。で野党の人はいやこんなのは専守防衛に反してるからやめるべきだと言ったら、じゃあ北朝鮮の脅威はどうするんだ、拉致被害者はどうするんだという話になって、国民が一番聞きたい論争、あるいは国民自身が自分のお考えや姿勢を決められるチャンスがそこで来るじゃないですか。じゃあその賭け問題をいっぱい話して、国民が獣医師が増えない方がいい人と獣医師が増えた方がいい人と態度決めるんですか。これも笑ってしまうでしょこれ、ね、で友達だったら必ず癒着して賄賂かなんかもらうんですか。で今回も加計幸太郎っていう人から安倍さんが賄賂もらったとか、ね、言わなくて全然なくて、お互いに飯食って怒ったら怒られたりするってのは問題だって言ったわけでしょ、ね、これだからもう本当に世界は目が点になってるわけですよ。もともと僕の目はちっこいたらめで目が点ですけど、もっと点になってるわけです、ね、それを言うニュースが虎ノ門ニュースだけだというのが、まあ、少なくとも NHK は公共放送ならんのやめるべきですよ。本当にだけじゃないとか一緒に飛んで共同訓練をやったんですよ、はい、
でこれ自体なんでこれが閉会中審査にならないのかってぐらい今までの自衛隊は違うわけですけど、じゃあちょっとですね、あのその最新のやつはまもなくこっちに行くんですけど、その前のやつからまず見てもらうとね、これあの機密の漏洩ではないんですよ。これ実は公表されてるんです。というのはですね、これ元の紙を見ていただくとね、はい、ここ見てください。プレスリリースって書いてあるでしょ、プレスリリースね、で海上自衛隊から正式にこうやってあのきちんと発表されているものです。でこれに注目しないメディアの方がどうかしてるんで、まず、じゃあですね、一番、まあ、ここから見てもらおうか。じゃあこれ全部もう一回言いますよ。機密じゃなくて公開されてる写真なんですけど、これカール・ヴィンソンです、はい、ね、まだまだ話題になってた空母カール・ヴィンソンで、そしてここにいるのが我が海上自衛隊のヘリ空母です、ね、で奥にいるのがアメリカ海軍最強、カール・ヴィンソンよりある意味ではあの強い空母ロナルド・レーガンです、ね、でここにいるのがこれ足柄です。足柄っていうのはイージス艦の中の最新最強です。だから日米の海軍力がこうやって実戦モードでこの訓練してる写真を公開してるわけですよ。完全機動部隊ですね。もうあの一体となった機動部隊で、これって僕は物たげて賛成ですよ、はい、でも野党は選手これって選手防衛なのかとか言って、それで激しい論争になることが大事なんじゃないですか、ね、それからこれ今のカール・ヴィンソンですが、ね、あのこの上にいる5機っていうのはここの関西機ではなくて、はいはいはい、これも僕はあの那覇で戦技訓練に参加した我が航空自衛隊の F-15 なんですよ。日の丸のね、見えますね。うん、はい、ね、これも、すごい映像でしょ。すごい絵ですね。くどいですけどこれ公開されてるんですよ。でなんで世の中にメディアからほとんど流されないのか、はい、で、これもですね、あのこれは我が F-15 でね、はい、でこれはさっき言った通り、はい、あの日米の実質空母や、あるいは、イージス艦足柄っていうのは実はアメリカも感心するほど能力を高めたイージス艦なんです、ね、これあの何のためにやってるんですか。専守防衛ですか。違いますよね。北朝鮮いざとなったら叩くため、 もちろん日本は防衛目的ですよ。防衛目的だけど、あの僕はその閉会中審査で2回ともしかもフルに時間をいただいて質問できたことは本当に光栄に思ってますよ。自民党の懐の深さ、ベテラン議員がいっぱいいらっしゃる中で何も文句は出ずにあのやらせていただいたっていうのは本当に感謝してますけど、でも